それでは今日のゲームハイライトで振り返ります。マリーンズの先発は石川歩夢でした。キャッチャーはルーキーの松川。その立ち上がり、いきなり菊池をバックドアシンカーで見逃しの三振。西川フォアボールですが、その後当たっている小園をレフトフライ。4番 DH 松山はピッチャーゴロに打ち取って、立ち上がり0点で抑えます。カープの先発は床田でした。1回裏のマリーンズ、岡がフォアボールで出ましたが、中村翔吾初球ダブルプレー。今の菊池の投げ方もすごい投げ方でした。本当ですね。2回マリーンズ、ツーアウト二塁一塁で藤岡レフト前ヒット。二塁ランナー山口が三塁を回ってレフト末金からのバックホーム、ホームタッチアウトになりました。いいボールでしたよね。レフトの末金です。石川3回のピッチングです。林をインスライドのまっすぐで三振。中村健人バックドアシンカーで三振。そして1番の菊池涼介は高めの速い球で3者連続三振に仕留めます。4回のカープ、ツーアウト二塁で5番の坂倉、うまく打ちました。いや、さすがですね。いや、本当にうまいですよね。ライトマーティンからのバックホームも及ばず、カープが1点を先制します。5回マリーンズ、この回先頭山口がツーベースヒット。ツーストライクの後からこのスイングっていうのが魅力的ですよね。いや、本当そうですね。はい、まあ、なかなか勇気がいることなんですよね。そして松川の見事な進塁打もありました。でランナー3塁まで行くんですが、この後ランナーを返せません。はい、今日は左の床田にマリーンズ打線が抑えられました。藤岡セカンドフライ、そして9番スタメン起用された池田も打ち取られます。ここだが多彩な球を投げて翻弄してきました。ゲームは7回です。石川、ランナーが3塁と1塁、サード池田、3塁ランナーを挟みます。タッチアウト。さあ、これでワンアウト二塁一塁となって堂林は三振。これもシンカーでした。ここで石川は99球でマウンドを降りました。はい、でピンチの状況で普段は先発をしている佐藤翔馬がマウンドに上がります。打席中村健人、この中村健人が打ち返しました。タイムリーツーベース。カープ1点を加えて2点目。まあ、この後佐藤翔馬さらにピンチでしたが抑えています。そしてタイロン・ゲレーロが8回のマウンド、マックス159キロ。どんな印象でしたか？空振りとファウルが意外と少なかったのが、はい、まあ、特に空振りですね。まあ、確かにそうですね。はい、そこはちょっと気になるところではありますね。ボールは早かったですね。はい、早かったですね。はい、しっかりと3人で打ち取りました。まあ、全て内野ゴロで打ち取ったタイロン・ゲレーロ、206センチの巨人です。そして9回にはオープン戦初登場、東條。東條も力ありましたね。東條選手よかったですね。まっすぐの強さ、そしてスライダー、しっかりと3人で抑えてみせました。レギュラーシーズンも期待できそうです。そして9回の裏、2点を追いかけるマリーンズです。この回先頭平沢がまた打ちました。自分でチャンスを手繰り寄せてますね。いや、いいですね、いいですね。はい、そして栗林からエチェバリアも打って3塁2塁のチャンスを作って、柿沼ライトへの犠牲フライ。これでマリーンズが1点を返します。2対1、1点差。
して代打菅野だったんですが、最後は栗林が力勝負、まっすぐで空振り三振でした。2対1カープが勝利を収めています。という今日のゲームでした。